あらゆる成功には明確な理由あるんです。はい、人生学校です。今回はイングリッシュお猿さんの元手取り18万円の貧乏教員が起業1年で月商 3.6 億円を達成した SNS マーケティング術の究極のまとめ、早速目次からいきましょう。1、なぜ1年で月商 3.6 億円、2年半で累積売上11億円をたった一人で達成できたのか。 2. SNS を始める前に絶対知っておきたい最優先すべきトップ3。 3. 絶対やってはいけない SNS でみんなやりがちなランキングトップ3。ぶっちゃけ SNS で億を稼ぐなんて怪しいって思いますよね。ただ一発花火のように散っていく人もたくさんいる中、1年で 3.6 億、2年半で11億、現在では累計約20億というように業績をずっと上げ続けている本質の方法だからこそ絶対知っておきたい内容なんです。こんな経験ありませんか？稼げる方法の小手先の情報を見てやってみたけど稼げなかった。人生学校も昔たくさん小手先の情報に触れて稼げなかった経験あるんです。ただこの小手先の情報を追い求めるこのやり方自体が結果を出しにくくしている一つの大きな原因だったんです。もしこのことを知らなかったら一生 SNS で結果を出すことができなかったはずです。ただ今回ご紹介する内容を徹底するだけで SNS で成功するための最短コースを歩めるようになります。実際に人生学校も今回ご紹介する内容を実践したことで SNS でうまくいくようになりました。さらに人生学校だけでなくイングリッシュお猿さんのマーケティング受講生もこんな感じで続々と結果を出しているんです。では楽しく学んでいきましょう。 1. なぜ1年で月商 3.6 億円、2年半で累積売上11億円をたった一人で達成できたのか。まずいきなり結論から、それは海外の最新の SNS 動画マーケティングを使ってお客様を集め、結果にコミットした本気のサポートをし続けたからです。英語の元教員なので海外の最新 SNS 動画マーケティングを理解できたこと、生徒の結果にコミットして結果を出し続けていること、その結果生徒から信頼を得て喜ばれているわけです。今ではこんな感じで口コミでどんどん広がっている状態なんです。簡単に言うと、例えばもし仮に300万円以上の価値のあるダイヤモンドが100万円で手に入ったらお得って感じますよね。それくらい圧倒的な価値を提供しているわけです。そうは言っても月商 3.6 億円、2年半で累計売上11億円の内訳は何って思いますよね。そこら辺ちゃんと言います。それは英語コーチングスクール、発音スクール、 SNS 動画マーケティング、コンテンツ販売の指導、 YouTube コンサル、プロデュースなどです。しかもなんと従業員なし、オフィスなし、広告なし、だからこそ利益率 95% 以上なんです。ちなみにイングリッシュお猿さん、つい約3年前まで手取り18万円の英語教師だったんです。信じられますか？ 2. SNS を始める前に絶対知っておきたい最優先すべきトップ3。第3位、何が最強の SNS かを見極める。まずどの SNS が最強なのか見極めておくことこそ大事なんです。なぜなら今の時代 YouTube、Facebook、Twitter、Instagram、TikTok など SNS のプラットフォームがタケノコのようにニョキニョキ新しく出てくるからです。一体どれをやればいいか迷い続けることになります。これあるあるじゃないですか。あっちもこっちも SNS を始めてどれもパッとしない。更新する SNS が多ければ多いほど使える時間とエネルギーは分散してしまいます。だからこそボーリングでいうところのセンターピンがどの SNS なのかを先に見極めておく必要があるんです。ではセンターピンとなる SNS は何かというと、それはYouTube です。その中でも YouTube の長尺動画。長尺動画とは長めの尺の動画ですね。具体的には10分以上の動画。なぜこの YouTube 長尺動画がセンターピンになりうるかというと、まず動画は文字だけ、音声だけに比べて桁違いに伝わりやすい。さらに短い動画より長い動画を見てもらえた方が信頼が得やすいからなんです。すると見てくれた人がファンになってくれやすいんです。じゃあ今流行りのショート動画はどうなんですか？
ショート動画はあくまで長尺動画を見てもらうためのきっかけに過ぎないんです。つまり YouTube の長尺動画が全ての終着駅、最後の受け皿になりうる YouTube 長尺動画を先に作れば、その長尺動画を元に一部を切り取ってショート動画を作ったり、 YouTube の台本を使ってそのままブログを作ったり、 TikTok、Instagram、Twitter、 他の SNS プラットフォームにも展開することができるんです。その一番中心となるSNS が YouTube 長尺動画なんですね。これ最初から分かっていれば、いろんな SNS に手を出してはやめてを繰り返すという遠回りして疲弊する毎日を送らなくて済むんです。第2、誰でもできることを誰でもできないくらい続ける。ぶっちゃけ SNS で収入アップしている人の共通項、誰でもできることを誰でもできないくらい続ける。そう、継続なんです。なぜ継続が必要かというと、継続することで初めて改良点が見えてくるから。改良すると小さな結果いずれ出ます。小さな結果が出ると継続せずにいられなくなる、こういう順番なんですね。一歩踏み出す、継続する、改良する、小さな結果が出る、やめられなくなる、これさえできれば意外と簡単に SNS で収入をアップすること誰でもできるんです。イチロー選手にこんな質問をしました。今までにこれだけはやったなと言える練習はある？イチロー選手は答えます。僕は高校生活の3年間1日にたった10分ですが、寝る前に必ず素振りをしました。その10分の素振りを1年365日3年間続けました。これが誰よりもやった練習です。ベストセラー作家の小林正寛さんは、無料で手相鑑定を数万人受けて、そのうちの3分の2の人から人生相談を受けました。毎日朝の5時6時まで人相手相を見て、1日に3、4時間の睡眠でした。喜ばれることが嬉しくて、気づいたら誰もができないくらい継続していたというわけです。実は著者のイングリッシュお猿さん自身、無料相談を数年間でなんと1000回以上続けています。無料で与え続けた結果、商品売ってないの？と聞かれて初めて商品を作ったという流れなんです。誰でもできることを誰でもできないくらい続けるの効果がいかに大きいかがわかります。第1位、うまくいっている人とつながる。あの人はうまくいった結果うまくいっている人とつながっているんだって思いがちですよね。これ違うんです。うまくいっていない時にうまくいっている人とつながったからこそうまくいったんです。そもそもなぜうまくいってる人とつながる必要があるかというと、それはうまくいく方向性とうまくいかない方向性が事前にわかるからです。うまくいかない方向性を避けて、うまくいく方向性をそのまま真似ればいいので、失敗しようがないんです。イングリッシュお猿さんは、英語教員の時うまくいってる人の講座に参加してつながったことで人生が激変しました。ある時はうまくいってる人とつながって話を聞いて実践しただけで売上が2倍になったそうです。ちなみに YouTuber のマダブさんはブログを毎日更新して数年間なかなか稼げなかったそうですが、うまくいってる人に会って話を聞いただけでそこから稼げるようになったという話を聞きました。そうは言ってもうまくいってる人周りにいないよ。わっかります、その気持ち。どうやってうまくいってる人とつながるんですか？イングリッシュお猿さんの場合なんだったかというと、それは自己投資です。しかも割と高額の。手取り18万円の教員時代に、なけなしの貯金をはたいて高額の自己投資を覚悟して行ったことで、翔さんという素晴らしい師匠とつながることができたからこそ今があるというわけです。うまくいってる人とつながる、これが一番の裏技なんです。各有人生学校自身も自己投資し続けたことで人生が確実に変わりました。だからこそ自己投資やめられないんです。周りの人の中でもうまくいってる人とつながって結果が出るようになったというケース、今まで本当にたくさん見てきました。もちろん一人でまず頑張ってみるということが大事ですが、もしそれでうまくいかないなら、うまくいってる人とつながる、マジでおすすめです。今すぐできる簡単なことは、うまくいってる人とつながるにはどうしたらいい？って自分に質問してみることです。答えは常に自分の中にありますからね。3、絶対やってはいけない SNS でみんなやりがちなランキングトップ3。第3位、小手先のテクニック。 SNS を更新するとき、ついつい小手先のテクニックを求めてしまうことってありませんか？この小手先のテクニック、一
見良さそうな気がしますが、長期的に考えるとダメな場合多いんです。なぜかというと、小手先のテクニックに走ってしまうと本質からずれてしまって、一番大事な信頼残高を減らしてしまうことがあるからです。例えば YouTube の再生回数を伸ばすために個人攻撃をする配信をすると、割とたくさんの人に見られやすいんですね。ですが、攻撃された人やその人のファンをはじめ、回り回って自分の信頼残高減ってしまうんです。他にも YouTube で釣りのサムネイル画像を出した場合、ちなみにサムネイル画像っていうのは動画をクリックする前に表示されている画像のことですね。動画の中身とサムネイルの画像全然違うじゃんって、この場合も信頼残高減ってしまいます。その結果視聴者が離れていってしまいます。結局信頼残高を減らしてしまう小手先のテクニックはマイナスなんです。だからこそ YouTube に限らず SNS を使う場合、小手先のテクニックにとらわれず、本質の信頼残高を増やす方向性からブレないことが大事なんです。人生がこうさん、本質からずれたらダメよ。第2位、毎日投稿が目的になっている。毎日投稿自体が目的になっていませんか？これ場合によってはとっても危険です。なぜかというと、毎日投稿自体が目的になってしまうと、本質である信頼残高を増やすからずれてしまって、クオリティを落としてでも投稿する必要が出てきてしまうからです。特に自分の商品サービスを販売している場合は、信頼残高を減らすことは致命傷なんですね。そうは言っても、投稿頻度を増やして接触頻度を増やすことって大事でしょうと思いますよね。確かにそうなんです。ザイオンス効果といって、接触頻度が高いと好感を抱くという有名な心理効果があるんです。ですが、もし質の低い動画を1回でも出してしまうと、逆ザイオンス効果が働いてしまいます。これ逆効果なんですね。例えばイングリッシュお猿さんは、英語に関する質の高い動画を投稿するために、なんと1本あたり5時間以上の無料動画があったりします。こんな感じです。つまり、こんな5時間超えの質の高い動画を見た人は、たとえ投稿頻度が少なくてもファンになる確率が高くなるんですね。動画の質にこだわることで信頼残高が増えて、商品サービスを選んでいただけるようになるんです。第1位、 SNS 更新の目的が明確ではない。なんとなく SNS を始めて更新してしまっていませんか？別にいいじゃん、適当に更新しとけば。ダメなんです。なぜかというと、 SNS 更新の目的が明確じゃないと結果出ないんです。すると発信も続かないんです。例えばフォロワー数増えれば嬉しい、チャンネル登録者数増えたら嬉しい、有名になりたい、これわかりますが、本当の目的は何でしょうか？突き詰めれば、趣味でない限りは YouTuber の場合、広告収入を得るだったり、自社商品の販売だったりします。ですが、目的がはっきりせず、 SNS 更新自体が目的になってしまうと、視聴者が本当に喜ぶものを提供できづらくなってしまうんです。そんな中、イングリッシュお猿さんは、自分の商品やサービスを販売して喜ばれるという明確な目的があるからこそ、無料でめちゃめちゃ有益な情報を提供しつつ、無料動画をきっかけにお客様になっていただいているんです。そして喜ばれるサービス提供をし続けることができているわけなんですね。だからこそ継続して売上が増えているというわけなんです。今この動画をここまで見ていただいているあなたは、 SNS でうまくいく可能性めっちゃ高いです。あなたと同じように、人生学校自身も昔からずっと情報をむさぼるように探してきた結果、だんだんと何が本質なのか少しずつわかるようになってきたんです。だから自信持って。絶対やってはいけない SNS でみんなやりがちなランキングトップ3、第3位小手先のテクニック、第2位毎日投稿が目的になっている、第1位 SNS 更新の目的が明確ではない、 SNS を始める前に絶対知っておきたい優先すべきトップ3、第3位何が最強の SNS かを見極める、第2位誰でもできることを誰でもできないくらい続ける、第1位うまくいってる人とつながる、この他にも本質に取り組む、無料で与え続けるなどもポイントです。まずは今すぐ、うまくいってる人とつながるにはどうしたらいい？
と自分自身に問いかけてみるのおすすめです。うまくいってる人とつながるんじゃぞ。現在ありがたいことに1万人以上の方が登録してくれているこの公式 LINE では、潜在意識を書き換えて自分が持つ本当の能力を 100% 引き出して望み通りの豊かな人生を手に入れるための魔法の習慣を無料でプレゼントします。こちらの QR コードまたは動画下にある説明欄の公式 LINE のリンクをクリック。あ、ちなみに今も絶賛準備中ですので、しばらく先になると思いますが、次回の無料配信を楽しみにお待ちくださいね。無料でも有料級の配信をします。メンバーシップ限定動画では、3000万円以上自己投資して学んだ内容が160本以上、今なら本1冊分の値段で1ヶ月間視聴できます。ピンとアンテナが立った時はね、お試しのつもりでまずは1ヶ月覗いてみてくださいね。もしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方は、応援の意味でもコメント欄に感想やいいねをしてもらえれば、木の上までジャンプするくらいめっちゃ喜びます。今回の元手取り18万円の貧乏教員が起業1年で月商 3.6 億円を達成した SNS マーケティング術、内容の濃い素晴らしい本ですので、興味のある場合はね、ぜひ手に取ってページをめくってみてくださいね。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。あなたは本質を見極めることで人生の最短コース必ず歩めるようになります。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。